はい、マスオゲームズです。はい、皆さん今回はですね、超マスクラマスオのマインクラフトパート44やっていきたいと思います。まだパート1からパート43見てないよという方はですね、再生リスト作りましたので、ぜひそちらからチェックしてみてください。はい、ということで今変な声が聞こえてきましたが、まずは前回のおさらいをしていきたいと思います。前回はですね、この先にある海底神殿へとつながるネザーゲートの先にですね、海底神殿トラップというのを作りました。ただ作ってる最中にですね、僕ね、ガーディアンにやられるというね、大事件が起きてしまいまして、まあ今アイテムがね、そんなに揃ってない感じです。で、今回はそのね、海底神殿トラップをしっかりね、完成させるところまで行きたいんですが、うわー見えた、もう行きたいんですが、まずはそのガーディアンを処理するところからのスタートになります。では行きましょう。ガーディアンが山ほどいるんですよ今。よし、おっと、ほらこんな状態ですね。この子たちを倒さないとゲートに入れないんですよ。でもだいぶ散らばったな。強いんだよね彼ら。よしよしよし、はい、とりあえずは海底神殿のゲートに行けそうですね。で、ここにガーディアンを倒せるトラップを作っていくんですよ。トラップを作っていくにあたって一応アイテムは整理してきましたので、そのアイテムをまずは取りに行きましょう。おっ、うわ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 、どうなってんの、どうなってんの、うわ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 、どうなってんのこれ。びっくりした、びっくりした、バグってたね。バグってたっていうか、多分行った先に、多分ここにいっぱいいるんだ。すごいことになってるね。多分これで一応倒せはする。すごいね。あ、だいぶ数が分かってきた。こういう状況だったんだ。とりあえずこれを一体一体片付けよう。よーし、とりあえず処理できたぞ。よし、なんとかここに戻ってこれた、よかった。とりあえずは、ただゲートの位置をこれ変えないといけないね。ここのゲートの位置に出るようにしなきゃいけないのかな。どうすればいいんだろうこれ、ゲートの位置を変えなくては。よし、でまずはどっちだ、ゲートをとりあえず作んなきゃいけないわ。ちょっと待った、一回戻ろっかね。黒曜石取ってこなきゃまずいわ。やばい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 、お前らまだこんなにいたのかよ、マジで危な。あの短時間でこんなに湧いちゃったのかな。よし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 、経験値がめっちゃ溜まるわ。じゃあとりあえず黒曜石を取ってきて、別のネザーゲートを作って、そこで行き来できるようにしなきゃいけないですね。ちょっと黒曜石持ってきまーす。とりあえずは生きてこれだな。やばすぎ。あ、でででででは、い、ということで黒曜石取ってきました。で、こちら側からゲートをまた作って、で、このガーディアンが出るところと、あと僕が移動するところは別の出入り口にこれからしたいと思います。で、それをする方法なんですけど、おそらくこの上にですね、ゲートももう一個を作ってしまえば、いい感じにできるんじゃないかなと思うんですよね。ここにゲートを作ってみよう。そしたらどっちから出るかな ?1、2、1、2、3。どうでしょうね。まあ、うまくいくかわかんないですけど、高さが変われば一番こう、ね、視界判定されるものも変わると思うんで。よし。ちょっとね、これは、そのネザーゲートのルール的なものがわかってる方だったら、なんとなくわかると思うんですけど、ちょっとわかんない方からしたら今何をやってるんだろうって感じだと思います。ダメだーい。
ダメだな。こっちに出ちゃうな。で、こっちでもゲートを少しここより高くつければいいのかな。オッケー、これでどっちに行くかな。あ、上に来れた、上に来れた、いい感じですね。で、こっちに行ったらどっから出るか。あ、上に行ける、上に行ける。あー、よし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 。で、ここもちゃんと湧くようにして、これで一応出入り口は確保できたんじゃないかな。で、あの上まで とりあえず行く道を作ろう。はしご、どうだろう。まあ、とりあえずなんですけど、よし。あ、最悪。急げバカか俺は。よし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 、とりあえず戻っては来れたぞ。やべ、アイテムが、アイテムが、やばい、食らう。アイテムを集めよう。くそー、なんてこったー。アホか俺は。久々にこんなやられまくってんな。これで全部かな。落ちちゃったアイテムもあるかな。あー、まあいっか。あれはまあ大体集められましたね。ただ待機所はもっと上にしなきゃいけないんですよね、多分。これを正常に稼働させるためには。だからもうちょっと上に上がります。こんぐらいかな。これで多分このシステムは稼働するはず。よしよしよし、どうだろう。湧いてないですね、今のところは。よし、あ、こっちに行ったらどこに繋がるのかな。あ、下で。これ完全にうまくできましたね。で、これで分けばいいだけですからね。あ、いい感じ、いい感じ。完璧。はい、ということで、この下で湧いたやつは、あのガラスの部屋に行き、僕は上で移動ができるっていう、そういうシステムを作ることがとりあえずできましたと。で、こっから、とりあえずこの上の部屋を、少し整えましょうか。また落ちてね、やられたらね、アホみたいな感じになっちゃうんで。よし。とりあえず、こんな風に、こんな風にしまして、で、作業台で、はしごを作って上に上がると。よし、ここでちゃんと湧くかな。その距離感がいまいちまだつかめてないんですけど、おそらくちゃんと稼働するはずだと思うんだけど。よし、どうだろう。ちょっとね、僕もこのシステムは初めてだから、ちょっとグダグダになっちゃってますけど。
湧いてんのかな。ただ意外とこう泳いでるとさ湧くんだよね、なんかよくわかんないけど泳いでると湧くから、ちょっと泳いでみましょうか。なぜか泳いでると湧いてんだよね、いつも。よし、泳ぐぞ。で、多分今の作業中に湧いてると思うんで、ちょチェックしに行きましょう。あ、出てきた。一匹だけ出てきてますね。ただあんまり湧いてないな。ちょっととりあえずここもガラスで覆いましょうか。これ危ないしね、俺落ちる可能性めっちゃあるし、思ったんだけど。よし、ということでここは2階建てにしましょうか。こんな感じで。死ぬところだった。このアイテム持ってて、あぶねー、生きながらえた俺は。あ、危なかった。必死で作業してたら落とされそうになった。痛い、やばい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 。そう、危なかった、ガチで危なかった、ほんと。いや、さっきはほんとに危なかったですね。この僕の今のアイテム全て持って落ちてたらマジでやばいことになってました。あー、よかった。はい、ということでこんな感じで2段の層の部屋を今作っていきました。はい、こんな感じで入ると、こういう風になるという状況です。ただこれまだ湧かないのはどういうことだろう、なんか湧かないんですけど、これであとは湧くかどうかをちゃんとチェックして、でそこからトラップを作っていくっていう作業なんですけど、湧くかな。まあ、場所は合ってるはずなんで、もっと上なのかな。ちょ、上がってみますか、上に。こんぐらい上なんでしょうね。これで湧くかな。ちょ、上すぎたかな。湧いてる様子は見えません。で、やっぱり泳いでた方が湧いてたから、ちょっと泳ぎましょう。どうでしょうかね。一回寝ますか。よーし。どうだろうなぁ。あ、湧いてる？あ、湧いてる湧いてる。行ってるね。行ってる行ってる。じゃあちょっとチェックしてみましょう。下に行ってるのか上に行ってるのか。ということで、あれ？そんな湧いてないんだけど、なんで？やっぱ倒さないと湧かないのかな。最初は数を少なくするために。絶対数を少なくしないと、湧かないのかな。開いた。湧いていてくれ。あ、湧いた。湧いてるのかな。はい、チェック。うわー、すごいねこれ。すっごでもこれはうまくいってますね。キモ。ゲート作りとりあえず OK だね。ということでとりあえず今回ここまでにしよう。思ってたよりも大変だ。はい、で次回はこのゲートを使ってこのガーディアンを自動で倒すマシーン作りをしていきたいと思いますんで、ぜひね皆さんね、そちらも見ていただけたらなと思います。いや、なんかちょっと刻んじゃって申し訳ないんですけど、思ってたより大変なので、うん、これも1時間以上ちょっとやってるんで。はい、ということで皆さん今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。次回完成するからお願いします。ということで
以上、マストゲームズでした。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。